こんにちは、Pさんです。こんにちは、直弘だよ。さあ皆さん気になってると思うんですけども、子供の名前ですよ。ああ、はいはいはい、はい、うちの子ですね。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、決まりました。無事に決まりましたということでね、はい、第何子でしたっけ。第7子7子ですからね、うん、七品だけに七品でねそんなことにはなりませんけどつい名前が決まったということで、はい、決まりました。はい、ドルルルダン、カブちゃん、タモとカブ、カブなんか野菜になっちゃったねみんなせっかくフルーツみたいなフルーティーな感じのね、はいはいはい、名前考えてくれましたけど、うん、これはどういった経緯で。これはですね、はい、まず、うん、あの冬じゃないですか、はい、でちょっと寒くなってきて、うん、あのカブの味噌汁とかが美味しい時期になりまして。ほう、なるほどね、うん、でママがちょうどね、うん、あの赤ちゃんの呼び、赤ちゃん胎児、はい、胎児の名前っていうのを決めて、うん、アプリでさ、うん、あの今この子は何週でどれぐらいの大きさになりましたみたいな、うん、なるんだけど、そういうアプリがあって、うん、アプリでその子の名前をカブにしてたの、あいつ。へえ、ひらがなで、はいはい、カブ、だからあの野菜のカブの方の、そうそうそう、へにしてて、うん、でそれぞれの子供、うん、レモンとかはね、ややちゃんだったの、その胎児なのね。でみんなあったんだけど、胎児なをね、本当の名前にしたことは今までなかったんだけど、今回はね、ビビッときまして、そのまま採用、そうそう、そのままというか。で漢字を考えてた時に、ね、このカブちゃんはね、花に歩くでカブちゃんなのよ、うん、はいはいはい。そしたら花に歩くのカブちゃんの名前が、うん、意外と結構いい感じにはまって、画数とか、あ、なんかいろんな、そういうの気にするんだ。そうそう、気にする気にしにさ、しなさそうな感じなのに、カチッとはまりまして、あ、じゃあもうこれだねって英語でカブちゃんになりました。いいじゃないですか、歩く花で、歩く花、あ、そうそうよちょうどスラムダンクの映画が始まりまして、はいはいはい、あれも花道は男だけど花の字が入ってるし、確かに、そうそうそう。でどうもね、花っていうのはね、うん、いろいろ検索したりしてみると女の子の名前っぽいけど、もともとはなんか男の人の方が花っていうのは合ってるみたいで、花を咲かせるとか言うと、うん、なんて言うんだろうな、男の人がなんか戦争に勝って、うんうん、わーってなるとか、なんかなんかそういう、なるほどね、うん、でも花っていい言葉に多いよね、花丸とかさ、うん、そう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 、ね、それもあってね、うん、こうなりましたいいじゃないですか前向きな感じでいい、非常に、あ、そう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 、はあ、うん、ありがとうございます。皆さんどんな感じにね育っていくのか楽しみですけどね、うん、はい、カブちゃんということで、カブちゃんよろしくお願いします、うん、それではメッセージの方いきましょうかね。いきましょう。本日もいっぱいいただいておりまして、はい、まず白鳥愛子さん、はい、カブくんかわいいですね、お、カブ、カブ旅みたい旅ってなってるけど、今年は虎年です。カブくんは虎年ですね。なちゃんは牛年です。私も牛年です。姉はママとタネちゃんと一緒でイノシシです。すごい個人情報だねお母さんは猿年です。お父さんはユビ先生と梅ちゃんと一緒で猿年、あ、違う違う、鳥年、鳥年です。ユビ先生はイクメンパパ頑張ってくださいということで、ね、ありがとうございます。プレッシャーかかってますはいありがとうございますよ。いいじゃないですか。いいですね。子供がどんどん増えて華やかになりますね。いや、おっしゃる通りですね、花だけにね、ね、ということでね、ここで一曲花の歌でも流しましょうかね。いいですか。はい、それでは聴いてください。門脇大樹でボタン。花が咲いた今年もここで君とまた会える気がする、聞こえた5月になったら彩るボタンの花、綺麗に咲いてる
まるであなたのように花が大きくて凛としていて、そして不器用だ。感謝してる。時が経つと溢れる思い忘れないよ。次の5月も綺麗な花咲かせるから、涙こぼれ落ちた。それを見て僕は少しうなずいて無理して笑った。はい、聞いていただきました。門脇大樹でボタンでした。気になった方はですね、門脇大樹で検索よろしくお願いします。お願いします。しかし寒くなってきて嫌ですね。もう寒いのね。やだ本当に寒い。なんかね、今日もほらすごいコートっていうか、なんだっけ、おシャカシャカのウィンドブレーカー、そうウィンドブレーカーとかさ、もうそういうの着る時期になったじゃん。やだね。寒いもん。やだ。持ち歩いてますもん私、こういうあの何、今膝掛けとか、あー、おばあちゃんが持ってそうなやつをねかけてるわけですけども、かけてますね。いやでもやっぱ田本さんはね、うん、女の子だからね、冷えたらね良くないですから。男の子ですけど冷えますな。はい、なんか部屋の中で仕事してる系のヒトラちゃん、我々、我々ね。そうするとあったかい部屋から、外出た瞬間めっちゃ寒いから、この気温差でやられるよね。やられる本当に。うわってなっても体調崩しちゃうから気をつけないといけませんからね。ですね。すぐ下痢になります。ああ、うん、お腹冷えるでしょ。それこそ僕も今日は貼ってるけど、カイロよ。カイロ貼ってる。
ルー今もナウナウナウ。いやなんかやっぱね、はあ、なんだ血液こう、はいはいはい、循環させる、あったかい血液循環させた方が体調良くなるね、うん、確かにそれは言えるね。え俺もハローはしたから一定の温度をこう循環させることによって、うんうん、ま、確かに外は肌寒いけど体の中はあったかいままなのよ。血液があったかいから。確かにいいですね。それで体調が崩れにくいみたいな。だから毎年ねもう箱買いですよ。カイロ、カイロ箱買いされてるんですか。箱買い、はあ、数百単位で買っております。いわゆる本当の箱買い、段ボールで来るやつ。ドカンだね。ドカン、はあ。大体さすぐ箱買いするからこれ、はい、あの皆さんに 見えないのが残念ですけども、この事務所というかこの撮ってるところはですね、とにかく段ボールが多いですね。明日もね食料品が箱で届きますからね。なんで届くの。だってあれ、あのアマゾンの箱とか見たことない。あんたでかいやつ何あれ、何が入ってたの。まあね皆さんもね、すごいですからね。でも箱買いしていきましょう。はいはいはい、はい、カイロ貼っていきましょう。そうだね。ではメッセージの方戻りましょうかね。はい、じゃあともちゃんお願いします。はい、ちょっと待ってよ。はい、ユミユーフィーズさんですね。今週もありがとうございます、はい、ありがとうございます。P さん、直弘さん、こんにちは。魂田ユーフィーさんの冬の曲マフラブライブで歌うこともめったにないので聞けて嬉しかったです、うん、冬にいっぱい聞きたいですね。ありがとうございます。日曜日は新潟でユーフィーさんが有名なアーティストさんのライブのオープニングアクトで歌うとい ほう、貴重な嬉しい機会で行ってきました。へー、素敵な雰囲気のあるレストランでお食事をいただきながら楽しませてもらってきました、うん、超有名なウルフルズのウルフルケイスケさん、うん、熊谷誠さん2人のライブの前に、うん、盛り上がる3曲を全力で披露したユーフィーさん、めっちゃかっこよかったです。ユーフィーさんのライブ時間は10分だったそうで、うん、でもそのために来てよかったとすごく思えました。ほう、音楽好きさんが集まるアットホームな温かい雰囲気の会場で素敵なひとときでしたね。長年ライブ活動をされてきているお二人のライブは本当に素晴らしくて、楽しませる気持ちの大きさをすごく感じましたね、うん、また入り口で会場まで待っている時にウルフルケイスケさんが通りかかり、めっちゃ笑顔で優しく声をかけてくださって、貴重なツーショットをいただけて、またライブ終わりに使っていたギターのピックをちょうど前列にいた私の方へ投げてくださるという、すごく嬉しくありがたいこともあって、大好きな音楽からのつながりに感謝でした。音楽の素晴らしさを感じさせてもらう日になりました。音楽は本当に最高ですね、ということでした。ウルフルズって言ったらやっぱガッツだぜとかさ、聞きましたね、バンザイとかさ、イエーイだね、うん、いやいいな、すごい前向きになれる曲なんですよ。いや いいですね。なんかさ、いつだか境港に来てくれたことがあったじゃないですか。あれがねやっぱ思い出になってる、うん、中学生ぐらいだったかな。いやなんかタモちゃん、うん、こういう感じの曲合うなと思うんだよね。ほう、もうなんていうかタイトルでわかるじゃん、もう分かります、ね、そのままな感じの曲、もうシンプルにはいはい、ガッツだぜ、うん、万歳、もうわかるね、どんな曲かね、うん、確かにシンプルですね。とかなんかほな行こかとかね、いや草はないけど、そんなないけど、そういう曲ってことね。そういう感じのやつの方が、うんうん、なんかタモちゃんに合うような気するね。ストレート、あ、ストレートですか。そう、日の玉ストレートですよ。はあ、僕はもう今はその量子力学とかそっちにハマってますよ。何ですかそれは。どういうことですか。物理です。ほう、うん、今物理の勉強を今していて。今なぜ。いや、あのね、うん、さっき不思議だなと思うことがありまして、うんうん、例えば光の速度とかさ、うん、一定じゃない、うんうんうん、例えばその車がビューンと走ってて100キロで走ってて、その上から100キロで球投げたら球のスピード200キロになるじゃない、うん、でもあの光の速度って車の上からビューンって光が出たら光の速度プラス車の速度ならずに、どんなスピードで車が走ってても光の速度が変わんないっていう限界だもんね。なんでと思って。光の速度から光の速度投げても光の速度だからね。そうなんよ、意味がわからないじゃないですか。でも光の速度を超えると過去か未来に行っちゃうよね。どうなってるんだろうなと。光の速度を超えると、つまりセイントセイヤってことですよ。セイントセイヤはそこからですか。高速をね超えることによって、もう未来過去、はあはい、問わず行けちゃうみたいなね、はあはい、
コスモを感じて、そういうことですね。はあ、セブンセンシズを。そうということでね、その辺からその相対性理論に始まりまして、うんうん、はい、量子力学とかね、うん、紐理論とかね、この辺がちょっと面白くて最近はちょっと読んでます。だから次の曲はね、難しいよ、うん、そんなシンプルじゃないよかなぁ。どうせあれですよ、 CGAmEfGC ですよ。よく分かってますね。今僕が一番得意な。どうせカノンになるわけですね。というわけでね、メッセージ戻りましょうかね。行きましょう。じゃあマリちゃんからですね、はい、P さん、田本さん、こんにちは。このラジオの放送日に退院できました。よかった。おめでとう。やっとお外に出れました。まだ体調は本調子ではないですが、ゆっくり治していきます。ホテル療養入院中、本当に寂しくて、元気な時は友達と電話したり、ズームでアーティストさんと話せるやつ参加したりとしていました。元気はあるのに体調がって感じで、ああって感じでしたよ。寒くなったこの時期に、季節に合うマフラーブ聞けて嬉しかったです。ということで、回復したマリちゃんからでした。よかったよかった。まあたまにはね、休憩っていう意味ではね、いいと思うよ。まあそうですね。うん。やっぱね、プラマイゼロ、プラマイちょっとプラスみたいなさ、はいはい、そのぐらいの人生っていいと思うんだよね。まあ、いいことばっかじゃないじゃん。いいことばっかじゃないね、うん、悪いことあったらさ、あ、うん、やった、悪いことあったから次いいこと起こる確率上がったなみたいな、そのぐらいでいいと思うよ。まあ、確かにそうですね、うん、宝くじ買ってみようかなとかね、おう、そういうことですよ。買いたいね、時期だからね。来たね、年末ジャンボ。う、まあ、嫌な時ほどね、はいはい、まあ、いいことを考えるっていうね、お、いいですね、うん、いい機会になったんじゃないでしょうかね、うん、はい。ってなわけでね、おい、次のメッセージお願いします。はい、じゃあイクさんですね、今週もありがとうございます。やっと。 P さん、田本さん、こんにちは。こんにちは。一気に寒くなってきましたね。こちらはすでに2週間くらい前に初雪降りましたよ。早いね。そちらはいかがですか。こちらいつものことですが、12月の予報はほとんど晴れマークついていなくて、太陽が恋しいです。うん。藤本隆さんのチェリースノーと魂田ユーフィーさんのマフラブ、どちらも大好きな歌声のアーティストさんで、雪を連想させる2曲が流れてとても嬉しかったです。ユーフィーさん、曲がたくさんあるので、マフラブも最近ライブでもあまり聞けていなかったので、ラジオで流してくださりありがとうございました。いつもありがとうございます、ということでした。ありがとうございます、イクさん。いやー、あれだね、日本海側って雪降るの早いよね。そうね、うん、こっちもね、うん、山の方はもう真っ白になってるからね。なってますね。かき氷のようにさ、上だけ白くなってね。僕は結構、練乳のように、ね、そう、好きだね、あれね。いいですね、おしゃれ。まあまあそうだな、うん、山がさ化粧するわけですよ、おしろいよ。かわいい、ね、かわいいもんですよ。かわいいもんですか、うん、とにかくけどね、寒いのが気になるんだね。じゃあ次のメッセージもいっちゃいますよ。トモ、はい、さん、はい、こんばんは、コーそばカブくんですね。 TikTok 見ました。9日私の誕生日で、たまたまユーフィーが久しぶりに配信して、その場でお祝いの言葉をユーフィーとリスナーさんたちからいただきました。少しへこむ出来事もあったのですが、元気もらいました。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。おめでたいですね。みんなから祝ってもらえるのいいね。いいですね。よきよきよき。ということでここで1曲流しますね。はい、聴、はい、いてください。田本直弘で空への階段。コンビニ、夜はビールで、スマホ見ながらグーナー。こんな毎日、素敵な毎日、僕が選んだはずなのに、満たされてなくて。もっとお金があれば、もっと時間があれば、もっともっと僕は幸せになれる。
ちょっと不機嫌、いつもの朝だ学校だ。方程式は覚えたけれど、これってなんか意味あんの？こんな毎日しょうがないかな。学生ってこんなもんだよね、将来のためだよね。もっと頭が良くって、もっと可愛くなったら、もっともっともっと私幸せになれる。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな小さな私をそこに見つけた。私は一人じゃなくて、青くて山は緑で、たくさんの生き物が僕と私を包み込んでいた。あったかいな。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな僕をそこに見つけた。僕は一人じゃなくって、そこにあなたがいてくれて、大切なものを全部手渡してくれていた。空への階段登って、青い地球を見下ろして、そこに見つけた。私は一人じゃなくって、そこにあなたがいてくれて、大切なものを全部手渡してくれていた、手渡してくれていた。はい、聞いていただきました。田本直弘で空への階段でした。じゃあ最後のメッセージですかね、よろしくお願いします。はい、岡本さん今週もありがとうございます。ありがとう。え、ピーさん、田本ちゃん、今週は寒くなるね。うん、雪マークも今週来週目白押し。やだ、ラニーニャの大雪。天気予報も当たらんでいいとこだけ当たってる感じかな。何、うん、ラニーニャの大雪って何だろうね。ね、先週のコメント、渚ウィズさんのファンの人たちなんか温かさを感じるね。渚ウィズさんとファンも友達みたいな和気あいあいな感じかな。ファン同士も仲いいかも。そういう現場だと楽しいだろうな。いろんなファンがいるから、みんなで和気あいあいでなくても、それぞれが人の楽しみ方を尊重し合ったりね。歌謡曲シンガーは昭和人情たっぷりなんかな、ということでした。あれだね、ファン同士が仲いいっていうのはいいと思うよ。いいね、いい雰囲気がね。うん、うん、アーティスト、そう、アーティストのね、映し鏡みたいなもんじゃないですか。ファンの方々、そうですね、グイグイガツガツしてるのとはまたちょっと違いますからね。やっぱりさ、周りから見てね、ほいほい、その会場のモラルがさ、あんま良くなかったりとかしたらさ、はいはい、なんかそのアーティストさんのイメージがやっぱ悪くなるわけじゃないですか。まあそりゃそうですわ、当然ね、そりゃそうです。でもみんながさ、こういい雰囲気だったらさ、ファンの人たちが、うん、あ、うん、その周りの人たちも、お、このアーティストさんの雰囲気いいなってなるわけですよ。そうです ね、 ね、ファンの人たちがいい人が多いと、アーティストの株も上がるというね。おー、いいですね、出た出た、株ちゃんだけにね。はい、ということですよ。
いや、いいじゃないですか、うん、我々もね、はい、あのファンの皆さんと仲良くして、うん、あの行きましょう、たまっちゃんアットホームに行きましょう。たまっちゃんの YouTube とか TikTok のね、うん、ファンの方々ライブに来てほしいね。そうだ ね、 ね、どんな感じになるのか見てみたい。いやどうでしょうね、まああの、うん、こないだ夏にしたやつも、うん、何人かはね、うん、来てくださってありがたかったですけど、うん、ぜひね3月にも来ていただいて。そう、あれは楽しかったですからね。楽しかったです。やっぱりね触れ合った方がいいですね、うん、もうホテルとか早めに取ってもらわないとね。あ、なんか取れないらしいよ最近、うん、なんかね、あの補助金とか出てるじゃん、おー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 、旅行の、はい、ああいうのでみんな早めに取るからじゃない、うん、まあ、うん、早めにさえ取れば取れるし、安くいけるからね、取っときゃいいんですよ、うんうん、我々もね、あのアーティスト陣のホテルももう取ってますからね。早いですね、はい、だってオフ会もあるじゃないですか。あります、うん、泥酔会です。泥酔会があるんでね、うん、もう早めに取って、だってもうあれじゃん、帰るっていう考え方ないじゃん。ホテル取らなくてもよかったね、その場でも酔いつぶれてもう次の日の朝まで飲んでそのままライブ。いやこれだね、やばいですね、ヘベレケライブですね、うん、声がガラガラになって全部同じ音程になるんでしょ。もうステージ上でね寝るのよそうですね、そこだけは邪魔されませんからね、自分のステージで。そういうことですね、どういう風に使っても OK だから。私はこたつを持ってきて寝ます、うん、ああ、うん、こたつ、いい、こたつ出してる？出してない、出したら終わりだと思ってる。いや出そう。出した？いやまだ出してない出したいっていうか持ってない持ってないですか？持ってない、持ってない、持ってないの、うん、こたつを。こたつ持ってないね。え、あ、なんかやっぱり邪魔別にこたつなくても生きていけるなと思ってるけど、まあまあ生きてはいけますけどね。あったらずっとそこにいちゃうし、いや本当に多分寝る、寝るね、気持ちよくて寝ちゃう。ずっとそこにいますね。足をね温めるとねやっぱダメだよね。いや寝ちゃうね、何もやりたくなくなくなっちゃうから、うん、うん、やっぱでもこたつでみかんがうめえんだよな。うめえ。まあ、皆さんもねこたつでねみかんで、うん、このラジオを聞いてください。 そうですよ、雪見大福も食べていい、はい、ということであっという間の30分でした。 B さんと直弘でした。